皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業で生きていきたいなら40代でやっておくべきことと50代でやっておくべきことということについてお話をしていきたいと思います。今日の話はですね、ノウハウというよりは、心の持ち方とか、あと自分のライフスタイル、人生の考え方っていう形のお話になるので、どちらかっていうと、マインド系寄りのお話になると思って聞いていただければというふうに思っています。今日のタイトルを、40代と50代に分けたっていうのは、理由がありまして、40代っていうのが、ちょうど私が独立起業したのが42歳になります。で、今52歳で、10年経っているんですけれども、おかげさまで、事業自体はずっと右肩上がりで順調に伸びてきているんですけれども、そのもちろん順調に伸ばしていくためにやってる努力はありますよ。一瞬へこんでる時期も V 字回復してどうにかなってるから、何事もなかったような状態を作れていますけれども、そこには紆余曲折もあったり、いろんな人と出会ったり、場合によっては裏切りみたいなことも経験したりとか、基本起こることは全て自分に責任があることと思っているので、その後また対応策とか、どういうふうに生きていくのかっていうのを、その都度その都度自分を内観しながら作ってきているっていうことはあるので、成長、私にとっても10年事業を続けていく上で変化変容を繰り返してやっているっていうことはとても大事なことになるんですけれども、最近独立起業したい方が非常に増えていて、もちろんそれはコロナの影響があって、自分っていうものを見つめ直した結果、やりたいことをやりたい、やりたいことで起業しようみたいな本はすごいいっぱい出てるんですけれども、それをやりきれる人とやりきれない人っていうのは、いろいろ理由と事情はあるんですけれどもね、今日は特に起業したいなっていうのを考える、年齢が、40代50代の方、もちろん60、70でも全然 OK なんですけれども、考える方が多いので、そこに、実際に相談を受けている部分もあるし、私自身が経験してきたお話もあるので、それをお話をしようかなっていうふうに思っています。でまず40代の方なんですけど、40代に関してのテーマをね、先に言うと、40代は本当の自分の夢は何かをきちんと立ち止まって考える年齢でいいです。しかもできれば前半、40代の四捨五入して40代と言える前半の方です。だから40から44までが一つ、49はもうほぼ50代なんで、40から44ぐらいまでの間は何をしたらいいのかって言ったら、本当の自分の夢を見つめ直すことだと思います。どんなに忙しくてもです。私は独立起業した時にはめちゃめちゃ忙しい事業というか役割で、事業部長もやってましたし、部下の数字も見ていたしっていうような状態でしたけれども、私はその後どういうふうにしていきたいのか、会社勤めとして一つの駒として働く方がいいのか、自分が思うサービスを自分で作り出してお客様に提案をして、ダイレクトに直にスピーディーな速度で、会社組織はそうはいかないですからね、会社の資本は使えるけど、その代わりに稟議書とかで決済が何個も何個もハンコがいって、やっと一つのお金が動かせるっていうことになるので、スピードが全然違いますよねっていうのがあったんで、もともと会社員気質ではなかったんですよね、私自身が。だけど会社員22年やってますよ。5個ぐらいね、会社勤めしてやって、いろんな人と出会い、いろんな人間関係も経験して、上司部下、いろんな人間関係経験してます。社長との付き合いとかね、あるんですけど、それはそれですごく独立して法人さんとね、お付き合いしたりとかっていう時の個人事業主だった自分の立場でも参考になったことはあったし、人生生きていてやっていることって無駄なことって一個もないんだなっていうのは本当に思ってます。私がやってきた仕事っていうのは全て今の仕事に生きているので、デザインとかやってたらウェブデザインとかの方もできる状態になっているし、プロのデザイナーとは違いますよ。売り上げが立つようにページを作るっていう概念のデザインっていうことです。
ただコンサルっていう領域にしたらそれができてるっていうのは珍しい存在になるから特徴になってるだけっていうことですね。で、写真も好きでやってたけど結構凝ってやってたので写真っていう技術も使ってやれるから得になってるし、趣味で始めたサックスもみんなが喜ぶからそれをライブイベントにすると、普通のセミナー集客よりは全然集客しやすい。だって楽しいからですよね。あの金額はセミナーと金額たとえ一緒にしたとしてもあの2倍楽しいじゃないですか。セミナーの内容を聞けて音楽も聞けるからっていうことにも使ってたり、まあ、とにかくやることなすこと何でも別に今の事業に生きてるし生かすこともできちゃうっていう状態を今作れてるのは、会社のように制約とか縛りがなくて自分が決めて責任も持つけどその分自由で楽しいっていうことができているっていうことですね。だからそれは私は全然独立してよかったなと思っていたし、多分なんですけど20代とか30代の時にでも独立起業っていう道を普通に私が知っていたらサラリーマンで上を駆け上がることだけが私の知ってた道だったんで、上昇志向はあったけど役職を取りに行きたい志向が全然なかったので、役員とか取締役って言われても全然別にそんなに嬉しくなくって、むしろそこの領域まで行っちゃうと現場が見れなくなるからまた新しい新規事業を立ち上げるために会社を去るっていうことをよくやっていたので、まあワクワクすることと冒険が好きで0から1を作ることが昔から好きだったっていうのはあるから、独立企業も0から1を作るから私にとってはもちろん年収を失うことの恐怖は若干ありましたけども、まあ、それよりもそれより多く作れるだろうっていうふうに普通に思ってましたんで、自分がね、例えばサラリーマンとかだと1000万とか2000万ぐらいまでかなっていうところ、会社の規模がそういう規模のところにいたので、まあ、稼げてもそれぐらいかなと思ってたけど、個人になれば天井がないと思っているので、1億とか2億10億とか会社の規模をどういうふうにするかによっても作れるし、それはやり私がやりたいかやりたくないかのところですよ。従業員いっぱい扱ってやりたいわけじゃなくったら10億とかいらないし、これは別にその自分を卑下して言ってるんじゃなくて、人にはその夢に見合った手に入れるべき金額っていうのがあって、私が本当にそれが世の中のため、まあ大きく言っちゃうとね、その自由を勝ち取れない女性のために必要だというふうに思ったら多分稼ぐと思います、それだけのお金をね。今のところまだそこまで強く思ってない、要は10億20億扱うっていうのはリスクもすごく大きいから、そこまでして今やりたいかっていうとこまではないから、まあ今数千万レベルで OK って思っているので、そこでやっているっていう感じなんですけど、だからもともと会社員気質ではなかったから独立自営に入って成功だったんです。だから40代になるとなぜそれを考えなくてはいけないかっていうと、残りの人生、人生100年時代とはいえですよ、100年時代なんだけど寿命があっただけだと何にもできないですよ。残念なことに魂があっても入ってる体の入れ物の方がやっぱり経年劣化していきますよね。足腰がとかね、膝がとか視力がとか体力が、これはもう私であっても当然感じます。体力そんなに落ちてるのは感じてないけど、まあ落ちてますよ多分若い頃に比べれば。なのでその経年劣化していくってことですね、体が。そうすると例えばやりたい夢があった時に馬力をかけたとしても持つのは40代なんですよ。50代でね、馬力かけるのできるんだけど、さっき言ったみたいに目が見えないとか睡眠が足りないと体倒れるとかね、抵抗力が弱くなって病気になりやすいっていうか、私自営になってからの方が全然元気で倒れてない感じなんですけど、会社員だった時の方がやっぱ体の使い方過酷でしたね。好きじゃない仕事もやるから精神的な負担とか、それがそのまま肉体の負担になっていったんだと思うんですけど、だから要は精神的に楽しいなと思うことに多くの時間を割かないと
仕事人生って結局少なくたって8時間とかじゃないですか。まあパートレベルとかだと5時間とかでも組めるのかもしれないですけど、で子供を育てながらでも並行してできる仕事なんて今は山ほどあるから、それを本当に自分がやりたいと思うんだったらやったらいいと思うんですよね。なのでそういう観点でやっていくっていうことが必要になります。ちょっとごめんなさいね。はい、それでですね、要はライフワークとライスワークを分けて考えないといけないわけなんですよ。で40代ではやはりライスワークは仕方がないにしてもライフワークを考えなくてはいけないわけですよね。本当に自分があと残りの人生がどれぐらいでっていうふうにしたら体力がどう持つかっていうのを考えてやっていかないといけなくなるわけなんですよ。だからそういう意味で特に40代っていうのは自分の人生を見つめ直して本当に教室業をやっていきたいというふうに思うんだったらその時に決意して動かないと体力が持たないんですよね。だからそれが必要っていうのがまず40代でやっておくべきことを考えなくてはいけないことっていうことです。で次に50代です。50代で起業もいいです。別にまだ間に合うからなんとか体力も持つからいいんです。やってもいいんだけど50代で決意をする場合には40代とちょっと訳が違います。訳が違うのが寿命がもうちょっと短くなってるからっていうことです。あと体が劣化してるからです。50代で起業を考えたらしかも教室業でやりたいというふうにもしも50代で決意したらもう躊躇してる時間がないっていうことなんですよ。やらないという後悔をなくす、要は人って死ぬ時に何を一番最初に思い浮かべるかっていうとやらなかったことを後悔することを死ぬ時に思い浮かべるらしいんですよ。だからやらない後悔をなくすという人生が50代になったら必要になります。なのでじゃあその段でねどういうことを消さなきゃいけないかっていうとこれができるかどうか不安ですとかこんなことして失敗したらどうしようと思うんですとかっていうのは本当にやりたかったらもうね迷ってる余地がないんですよ年齢的に。なのでやってみてからそれは後悔にならなくなるからやってみてからあそれは無理だったんだじゃあこうしようっていう反省と修正と改善は繰り返せばいいんだけどやらないっていう選択肢もうなくなります。本気でやりたかったらですよ。本気でやらなかったらやんなくていいんですよ別に。そのままね、静かに余生を過ごせばいいだけのことだからだけれども年齢ももう本当にキリキリです。体がしっかり動けるっていうところでいうと50代っていうのが、なので50代になって決意しちゃったらやらないっていう選択肢がない、やるしかない。そしてやったら修正と改善を繰り返す。そうすると多分充実した人生を送れるはずなんで迷う時間がないということを理解してほしいなっていうふうに思って、今日はちょっとそういうマインド的なお話をさせていただきました。はい、なので、まとめますと、もしもあなたが教室業で今後生きていきたいというふうに思った時に40代でやっておくべきことは自分の本当の夢を見つめ直すこと、これが40代でやっておくべきことです。で50代でやっておくべきことはやらない後悔をなくすっていうことになります。ですので特に50代の方ってことは60、70とかはもっとあれですよ、迷ってる時間はない、好きなようにやるしかないっていう感じなので、そういう観点からですね自分の人生の設計ライスワークなのかライフワークにしたいのかっていうのも転換するのがこの年齢層なので、ぜひそういうことを一度忙しい中でも立ち止まって考えてみていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。それでは。